い、それでは今回東邦学園ですね、キャプテン翼のシャープ6になるのかな、中学生、大会の全国大会の決勝戦ですね、東邦学園行きたいと思います。それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場して、もし怪我が悪化してしまったら翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい、ですけどその前に、翼は何と？翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったら、きっと一生後悔します。それに今日の試合に出て、もし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん。みんなおはよう。翼、翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか。あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんなありがとう。もう少し待っててくれ。ああ。ここまで細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか。はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り、3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお、当たり前よ。翼、お前がいるんだ。負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし今のお前たちの実力なら必ず勝てる。自信を持って戦うんだ。はい。若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい。まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がって
ボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。ごめん。さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガー、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せた。さあ決勝、全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中。なんで若島津が先頭なの？キャプテンヒューガじゃないの？怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方、黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん二人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし、今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。なんだスーパーセーブ。相手のシュートムーブに対し選手は軌道上に位置しているブロックムーブが発動し、相手のシュートムーブを防げることがあります。作戦を、使用し、選手の守備位置を変えブロックムーブの発動を狙いましょう。横、ゴールキーパーの中には V ゾーンゲージが満タンの状態で相手のシュートムーブに対してセービングに入る隙に L2 をしているとスーパーセーブが発動する選手がいます。このセービングが V ゾーンゲージが全て使用しますが、必ずゴールズを阻止することができます。あ、そうなの。でも V ゾーン全部使うんだ。はあ、そんなんがあんだ。じゃあ行きましょうか、決勝戦。試合開始。ほう、
え、いきなりなんか。南葛、これが俺の。やはり、ヒューガ君は初っ端から来た。タイガーショットだ。初っ端からタイガーショット。早っ。破裂したけど。しまった。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。そんなことある？ヒューガ君のタイガーショット、すさまじい威力だ。しょっぱなから本気だね。スタートです。いざ、ロングパスだ。ヘディングでのパス。よし、行くぞ。ここはパスを出した。なる。ダメだ。横をすり抜けた。取れ。ソリマス君、ここからチャンスを作れるか。これはタッチを終わります。マイボ。なんかつ、ここでスローインを得ました。キスギ君、このスローがダメか。スライディングで止めた。ヒューガ、高すぎ。よし。ここは抜かせません。なんかつ、ここで作戦を変えてきました。ここごとぶつかっていった。タケシ、ヒューガ君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。よし、ここは勝負を避けた。小池君、誰か。ここは抜かせません。ソレ、パスを出します。ヒューガ、ダメだ。マジか。チャンスを作れるか。ゴールを狙う。森崎君、遠いところ打って、やばい。ヒューガ君、シュート。タケシ、これを弾いた。よし、ここからカウンターを仕掛ける。止められない。よし、抜け。横をすり抜けた。タキ君、センターラインを越えて攻め込む。フリー。ここから一気に攻め込みたいところ。シュートだ。必殺シュートは出なかったかな。パントキック、どこまで運べるか。翼君、素早くつなぎます。スライディングで止めた。ダメか。川辺君、パスを出します。ハッグ。南君、よし、このスライディングが決まった。ここダメか。好きにさせません。高すぎ。よし、さすが。パスを回す。長野君、ここから翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。ダメか。激しいタックル。うわ、ダメか。南君、ここは抜かせません。ダメか。コーナーから蹴ります。ボールは守備側に、A、よりゴールラインがあって、こんなキックから、はい、蹴り入れます。伊沢君、クロスに当たりに行く。素早くつなぎます。中里君、ロングボールを送る。このカットをトラップ。ダメか。今井君、スライディングでカット。行け。なんかつ、合わせて守備に戻ります。ダメか。横にかわしてみます。ドラ君、ボールダッシュ成功。このタックルは不発に終わります。キスギ君、素早く横にかわす。ドリブルと見せかけてパス。ここはダメか。パスは通んなかった。よし、長野君、パスを回す。チャージが決まった。ここはパスを出した。ダメだ。ダメか。やっ、石崎君、ここは抜かせません。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。石崎君、ダメか。ボールは友達に渡しません。チャージが決まった。よし、うわ、センタリング上げると思ったに。ここはセーブを抜けた。あっと、奪い返した。長野君、ゴールを狙う。若島津君、ゴールを割らせません。V ゾーンか。東方、ここでキャプテンにボールを託して止める。勝利の一撃を狙うか。ゴールを奪った。スリー、ゴールを狙う。若島津君、これはキャッチできない。さあ、カウンター。岩見、決めた。取れない。この位置でバスケット。ボールを奪った。長野君、素早く横に倒す。ダメか。シュート。
攻めてはいるんだけどな。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。よし。ダメか。岩見遅いんだよな、岩見が。うわマジか。よし、ナイス、高すぎ。あぶね。長野くん、パスを出します。よし。素早く横にかわす。ダメだった。タイミングが抜けなかった。高杉が抜かれるときつい。マジか。やばい。タイガーショット。止めろ。ナイス森崎。ここでボールを受けます。ここは抜かせません。それ翼、ボールが悪い。ボールダッシュ成功。高島くん、ボールを奪うことができません。体ごとぶつかっていった。かわして振り取った。よし、ボールダッシュ成功。 V ゾーンだ、いけ、発動。南葛、ここは全力のプレー。ダメか。勝利を掴み取りに来た。横を振り抜けた。ドリブルと見せかけてパス。翼くん、センターライトを抜く。しゃ、抜いた。ドライブシュート。一発のシュートでゴールを狙う。いけ。このシュートに止めやがった。ダイビングキャッチで抑えた。翼くん、パスを出します。マジか。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。長野君、スルーパスを狙う。あ、やばい。スルーパス、ここでチャンスを潰します。かわして振り切った。さあ、前半が見られるか。マジか。できれば上に上がれて前半を終えたいところ。取られた。中里君、激しいタックル。スルーパスを狙う。 V ゾーンが終わった。鋭いスライディング。川部くん、左へ合わせます。松木くん、横にかわして突破。伊沢、敵陣へ攻め込みます。よし、ここで止めた。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ボールダッシュ成功。松木くん、やべ、ワンタッチで送る。これはタッチ終わります。前半に1点取りたい。でもダメか、もうロスタイム前半終了か。うわあ、1点取りやがったな。ドライシュート1本打ったんだけどな。後半はさらなるヒートアップが予想されます。倒れちゃった。おい翼、医務室だ。医務室に運ぶぞ。先生、急に足が痛み出した。当たり前だ。あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレーしなければ今のヒューガ君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。翼先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ。ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても本当に後悔しないのか。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えてもこれが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った。これは俺たちの夢なんだ。翼、もし大会 V3 ができなかったら何のために俺は日本に残ったんですか。ロベルトに
ブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。わかった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな翼。はい。おい翼、大丈夫か？うん、大丈夫。治療もしてきたし、後半もいけるよ。そうか、よかった。けど、あんまり無理するなよ。俺たちのこと、頼ってくれていいんだからな。ふん、ありがとう。石崎くん、南葛市に引っ越してきて。初めての友達が石崎くんだったね。俺が東方中のスカウトを断って、南葛中に入った。その理由の一つは、石崎くんがこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いやごめん。さあ後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。ああ、みんな前半はよくやった、後半もこのままの調子でキャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督もヒューガさんを認めてくれた。よし行くぜ後半戦。ああ、東方初優勝果たそうぜ。さあ後半行こう。うわマジか、うわ抜かれた。ナイス森崎。パントキック、どこまで運べるか。キスギ君、ダイレクトでパス。長野君、ここはパスを出した。タチ、ライン際のタキ。チャージが決まった。これはタッチを割ります。南葛、この位置からのスローイン取られた。南葛、慌てて守備に戻ります。さらに田君、よしスライディングでカット。マジか、沢田君、たけし、激しいタックル、横にかわして突破。ボールを奪った。柴野君、ボールを奪うことができません。スライディングで止めた。反町君、ここからチャンスを作れるか。セルドイスライディング、伊沢君、ここは勝負を避けた。翼君、スルーパスを狙う。強い。坂島君、パスを出します。見たか。反町君、センターラインを越えて攻め込む。ダメか、このタックルは不発に終わります。あぶねえ、ナイスだ。スライディングが決まった。タキ君、パスを回す。さらにかわしてくれた。スルーのスライディング、クソ V ゾーンか。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。いやー、そっから打ってくんかい。これは反応している。ナイス森崎、でもゲージが少なくなってきてる。大きくパス、ダイレクトでパス、パスを回す。気づき、鋭いスライディング。さらさらさら、小池君、素早く横にかわす。やべえな。こっちシュート打ててねえよ。倒れて止まるか。
ず。翼、さあ行こう。みんな、やべえな、翼の闘志に負けるな。ああ行くぞ、俺たちの夢に向かって。やべえ、そろそろやばい。ナイス森崎、もう次シュート打たれたらやばいな。あーぶねー、ナイス高すぎ。マジか、これもう入れられたわ。おいった、ナイス森崎。V ゾーン、なんかここは全員のプレーで勝利をつかみ取りに来た。このタスクは視察に参ります。よした、ボールを運ぶ。やった、好きにさせません。体ごとぶつかっていった。ナイフ、ここで奪った。うー、なんでだ。見せかけてきます。いけ、いざ、マジか。これで佐々木君、このスライディングが決まった。守備陣の隙間を狙う。もらったことぶつかっていった。くしょ、ボールを奪った。翼君、ボールを渡しません。これは南米式のドリブルだ。遠いな、まあいいや。ダメか、ボールに飛びつく。若島津君、ボールはまだ生きている。今井君、激しいタックル。小池君、パスを出します。堀松君、ダメか、素早く横にかわす。うえし、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。なんて距離のスルーパス。高島君、ここは抜かせません。くそ、かわして振り切った。高すぎ、ボールを奪った。よし、杉君、横にかわして奪った。くそ、体ごとぶつかっていった。よし、ダメだ。中学君、センターラインを越えて攻め込む。あ、ぶめ、が決まった。小池君、激しいタックル。沢田君、横にかわして奪った。ナイス、よし、センターラインを越えて。遠いな、渾身のシュート。若島津君、横跳びでキャッチ。それ、V ゾーン、なんかそれ、ここは全力のプレーで勝利を掴むに行く。シュート、だー、一人いた、かわせばかった。横にかわして、さあ沢田くん、ここはパスを出した。止められる、マジか、やばい。これがタイガーショットだ。森崎くん、ナイス、森崎キャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る。ダイレクトで、やべ、チャージが決まった。ここで奪った。ドリブルで突破、反町、ここはパスに出す。スライディングで止めた。長い距離のスルーパス、かわして振り切った。キスギ君、パスを待つ。サラッキ君、横に回ってこっちは。次々に回っていく。タッキ君、決めろ。インスタントシュートを放った。お見事、チクショに止めた。いよいよ後半アディショナルタイム、両チーム最後の力を振り絞って走ります。パスを見たか、敵陣へ攻め込みます。やばい、連続突破で見せます。東方、これは非常にまずい。タイガーショットだ。森崎君、ゴールの正面でこのシュートを迎え、ロングシュート。よし、決めたぜ。見たか、マジか。
翼。負けた。試合終了。東方悲願の初優勝を達成。南葛 V3 の夢この決勝戦で散りました。勝てなかった。やり直すってのがあんで、ね、マジか。最後のやれたな。はい、サイド行きましょう。勝てねえ。さあ、もういいや、これカット。くらえ南葛、これが俺の。やはり日向君は初っ端から来た。タイガーセットだ。早い。これはもう見たよ。はあ、なんとしても点を取らないといけない。あ、やばい、弱かった。高杉くん、ロングパスを受けます。ここはパスを出した。小池くん、ボールを狙うも届かない。翼くん、翼激しいキック。これは南米。翼は俺たちで食い止めるぞ。よし、キャプテンは攻撃に集中を。ちょっと遠いけど、まあいいや、打つのが大事。正面からシュートを受け止めた。削れ削る、若島津のゲージを削る。ハントキックで大きく蹴り出した。たけし、ヒューガ君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。サボとぶつかっていった。サボはダメか。タックルを決めた。ソレチャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、横に回せないぞ。ソレヒューガ君、ここで止めた。翼君、おはずのヒールリフトだ。もう打つ、こっからでも打つ。豪快に決めた。うわ、勝ちます。はじきます。キソリ君、こぼれのキープ。ラッキン、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。翼君、このヒールリフトだ。キーパーと近い、やっぱそうだよね。ハントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。小池くん、激しいタックル。それ見たか。多分無理だ。うわ、抜かれた。こっから打つんかい。ナイス、森崎。ボールはまだ生きている。ボールを持った。いけ。小池くん、ボールを奪うことができません。ダメか。ハントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス。さあ、ハッキン、素早く横にかわす。高島くん、ここは好きにさせません。キスリ君、惜しい。シュッシャ、入った。なんかよくわかんないけど入った。なんだこれ、よくわからねえな。まあいいや、とりあえず1点取った。それ、直線的ドリブルで蹴散らした。チャンスが決まった。パスを出します。このパスは通らない。体ごとぶつかっていった。スギ君、やばい、強い。スルーパスを狙う。スルーパス、ここは抜かせません。得意のヒールリフトで抜いた。よし、翼くん、超近くからのシュート。ボールを狙う。これはキャッチできない。
岩見ダイレクトでパス翼くんゴール。よっしゃ鮮やかにゴールを決めました。俺たちの闘志を見たか。なんかさっきと違ってなんかうまい具合に決まってんな。そして V ゾーンが発動できる。パスを回す。横をすり抜けた。マット君次々にかわしていく。ここからチャンスを取れるか。何横にスパスパ。石崎君タックルを決めた。東方ここでスローインを得ました。ロングスローできた。古田君やばい。ヒューガ君ここから打ってきた。パントキックどこまで運べるか。翼に当たったら V ゾーン発動したい。滝か。まあいいや滝で。南葛ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。ドリブルは見送る。さあゴール前です。力を込めて強烈なシュート。まあ無理だね。お見事華麗に止めた。ハンドキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。勝ち点横にかわしていく。よし次々にかわしていく。ちくしょう打てなかった。ハンドキックで大きく蹴り出した。ヒューのファンパスを受けた。ファールが決まった。それタッ翼くんセンターラインを越えて攻め込む。これは南米行きのドリブルだ。シュート。必殺のシュートを放った。これはブロック失敗だ。聖剣好きでボールを止めた。それそれ沢田君なんか横にかわして突破。ギュシャン日向君やばい突破で見せます。シールドアーク突破のタイガーシュート。これは反応しているぞ。あー弾きます。ヒューガ君このボールを拾います。ゴール前に上げた。これは一球だ。マジか。空中での激突だ。翼君よしボールを蹴り出した。そうだか。体ごとぶつかっていった。マジか。パスを出します。翼君よしここは抜かせません。鋭いスライディング。高島君パスを回す。島野君パスを出します。ナイス。よし横を吸い抜けた。チャージが決まった。ナイス。高杉くんパスを回す。もらったぞ。小池くん横にかわして。高杉横を吸い抜けた。ボールを奪った。ダメか。 V ゾーン来たな。東方ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。これは近い。これね。これは絶対に勝てん。ゴールを決めました。来い翼来いドライブシュート。激しいタック。何回も打ってるよ。ドリブルでボールを取る。敵陣を切り裂く。よしかわして踏み切った。両者激しく激突。空中での激突だ。高杉君この大一番を制する。マスクに決めた。危ねえ。高島君ボールを奪うことができません。ドリブルで突破。敵陣へ攻め込みます。川部君スライディングでカット。横をすり抜けた。チャージが決まった。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム途中です。ドリブルでボールを運ぶ。かわして振り切った。高島君ここは抜かせません。それいけ。よし日向君敵陣を切り裂く。センターラインを越えて攻め込む。あっと奪い返した。見たか。やばい。やばい近い。止めろ。ナイス。パントキック。注目の決勝戦。翼くんと日向くんの対決感があった前半は
南葛が全国大会 V3 に向けて好発進。さっきは違うアナウンスだね。後半に巻き返しなるか。ここさっき見たからいいや。飛ばしたい。おい、イヌシだ。先生、急に足が痛み出して。おい、翼。飛ばします。さっき見たので。みんな、こよし。このまま逃げ切りたい。さあ、後半回収、それ静二君、素早くトリックをする。止められない。ここから遠いね。まあいいや、とりあえず一発。全然変ねえな、遠いとゲージが。パンとキックで大きく蹴り出した。いい形でボールを奪った。小池くん、激しいタックル。どうだ君、得意の直線的ドリブルだ。これはごぼう抜きだ。ヒューガ君、センターラインを越えた。タイガーショットだ。ヒューガ君、横に飛んだ。ナイス森崎。これはキャッチできない。あっと奪い返した。松くん、横にかわして突破。岩見くん、さあ、ね、激しいタックル。 V ゾーン行くか。長野くん、ここは勝負を避けた。なんか、ここはダメか。全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。横をすり抜けた。ヒューガさん、ヒューガくん、どうだ。ボール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。せっかく V ゾーン発動してるのに。石崎くん、ここはパスを切り替えた。せっかく V ゾーン発動してるのに。石崎くん、ここで止めた。ドリブルと見せかけてパス。滝くん、ここはパスに切り替えた。長野くん、翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。遠いか。まあいいや、とりあえず打っとけ。このボールに飛びつく。キャッチ、そして一回転。それ、このパスをトラップ。ヒューガ君、直線的ドリブルで蹴散らした。敵陣へ攻め込む。やばい、止められない。ヒューガ君、これがタイガーショットだ。懸命に勝ち出した。ナイス森崎。ヒューガ君、シュート。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。遠いけど、まあいいや。シュート。横から金属反応。これは若島津君、ファインプレー。パントキックで大きく蹴り出した。澤田君、ロングパスを受けます。マジか。東方、ここでキャプテンにボールを託して。これさっき見たな。大丈夫か、翼。倒れて、倒るか。翼。さあ、行こう、みんな。翼の闘志に負けるな。あと20分か。結構あるな。これはタッチを終わります。ダイレクトでパス。スローインでのリスタート。松木くん、ロングスローできた。小池くん、パスを回す。かわして振り切った。ドリブルでボールを振る。ナイス、高すぎ。激しいタックル。いけ。それそれ、よっしゃ。ダメか。パスを回す。チャンスが決まった。はっ、ダイレクトでパス。そう
よし、敵陣を切り裂く。ちょっと遠いな、近くまで行けねえんだよな、二人にかわした後。翼に渡して V ゾーンがいい。沢田くん、このスライディングが決まった。誰とぶつかっていった。翼。よし、V ゾーン。かわせ。ドライブシュート。やばい。もう一人かわせよかった。もう一人にかわすか。ダメだ。うわマジか。敵陣を切り裂く。チャンスが決まった。これはタッチを。くそ。ここでスローインを得ました。やばい、森崎のゲージがもうない。石崎くん、素早く繋ぎます。ゴールラインを越えてしまった。はあ、ゴールキックから再開です。あと10分。ソリマチ。ダイレクトでパス。スライディングで止めた。翼くん、これは満面記録だ。いいや、シュート。ゴールは友達。ダメだ。かわせばよかった。ここで止めた。よっしゃ。やばい、タイガーショットってなる。これは入れられたかもしれない。チャージゲージがない。やっぱそうだよね。よし、決めたぜ。畜生。やばい、強いんだよな。あぶね。スライディングでカット。それ、それ、行くぞ。つばさよ。あ、これさっきなかった。こんなところで力尽きるのか。みんな、俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか、つばさ。行くぞ翼、最後の勝負だ。ヒューガ君、翼君にタイガーショット。満身創痍の翼君、大丈夫なのか。ヒューガ君、そうだ、俺はまだ終われないんだ。翼君、プレーを再開。まさにフェニックスだ。ドライブシュートで優勝を決めるんだ。鋭いスライディング、チャージが決まった。これはハスを出した。翼くん、これは何でこのドリブルだ。川辺くん、V ゾーン回。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。素早く横に変わる。高杉くん、ここは抜かせません。パスを出します。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。こっから打つ。いけ。俺は負けねえ。なんだこの映像、さっきもなかったぞ。マジか。タイガーショット。何、これが最後のシュートだ。すげえ、決まれ。決まれ。翼に軟骨に優勝させてたまるか。
何？マジか。止めた。ヒューガ君が若島津君をキャッチ。守り切りました。東邦学院南葛得点ならず。マジかよ。マジかい。いやマジかい。止められる。森崎くん、ボールはまだ生きている。ダイレクトでパス。森崎くん、そのシュートを放った。これは見事にキャッチ。アディショナルタイムはもうない。どこまで運べるか。杉くん、ワンタッチで送る。チャージが決まった。横をすり抜けた。高島くん、ボールを狙うも届かない。あと。タッチ決めろ。ここかシュートに持っていく。それ。このボールに飛びつく。止められた。引き分けだ。後半60分。すさまじいストーム。両者決着つかず。全国大会決勝。延長会。南葛対東邦はこの後前後半の延長戦に入ります。延長戦だね。翼大丈夫なのか。翼、残念だがこれ以上の出場を認めるわけにはいかん。先生。翼、先生の言う通りだ。お前はここまで本当によくやった。あとはみんなに任せて怪我の治療に専念するんだ。そうだ翼、これ以上の試合出場は医者として認めるわけにはいかん。さあ一緒に医務室に行こう。先生、先生は俺と約束したはずですよ。で、俺はまだグラウンドに倒れたわけじゃありません。翼、限界まで頼みます。この肉体の限界まで行かせてください。もうダメだと思った瞬間、ヒューガ君は俺にタイガーショットを打って俺を目覚めさせてくれた。あの時俺の体はまだ限界には達してなかったんです。それを知らせてくれたヒューガ君のためにも、俺はこの後も試合に出場して戦わなくちゃならないんです。俺は延長戦にも出ます。翼、しかし先生、最後まで翼と一緒にプレーさせてください。石崎君。監督。先生。ああ、この BGM たまらん。お願いします。たまらん。翼が全く動けなくなってチームの足を引っ張るようになったなら、その時は俺たちが交代させます。でも今はまだ翼が必要なんです。みんな。わかった。お前たちを信じよう。監督、ありがとうございます。さあ翼、ベンチに戻って休め。それでまた少しは体力が回復するはずさ。石崎くん、最後まで一緒に V3 を、俺たちの夢を最後まで一緒に目指そうぜ。なあ翼。うん。マネージャー。翼くん、この後も延長戦も頑張ってね。はい、キャプテンマーク。うん、ありがとう。勝つよ勝つよ勝つよ。この試合、俺はちょっとドライブシュートに頼りすぎてたみたいだ。ドライブシュートに頼っていたということは、俺はまだロベルトに頼っていたということなんだ。ドリブルにしてもパスにしても、そしてこのドライブシュートにしても、ロベルトに教わった技、それを俺は忠実にこなしてきただけじゃないのか。ロベルトだけじゃない。美咲君に、若林君に、石崎君に、
イレブンのみんな、マネージャー、みんなに、みんなに、みんなに助けてもらいながら俺はここまで来た。でもこれからは一人大会 V3 を成し遂げ、ブラジルに旅立つ俺は一人なんだ。みんなありがとう、今まで本当にありがとう。大空翼、15歳、日本での最後のゴールを決め旅立ちます。行くよ。さあ試合はいよいよ延長戦に突入しました。トライが決まった。それ次君、素早く横にかわす。 V ゾーン、ゴールまで渡すものか。翼、まさか一人で、初めて会ったあの時みたいに。ここは抜かせません。それ翼、ここはゴールに切り替えた。行くぞ翼くん、ゴール前に持ち込む。やばい、くそ打てたよ。ハンドキック、どこまで運べるか。翼くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、ボールは友達、渡しません。これは何ですか。決めろ、決めてくれ。ここは若島くん、ダメかよ。横に飛んだ。若島くん、横飛びでキャッチ。ハンドキックで大きく蹴り出した。沢田君、このボールをコーナーに、あっと奪い返した。やった、翼君、これは何で引きのドリブルだ。あと一人抜こう。ボールは友達、渡しません。翼君、ちくしょう、激しいタックル、打っとけよかった。パスを出した、いけ、いくぞ。翼君、パスを出します。沢田君、激しいタックル、翼見せかけてパス。タキ君、ダイレクトでパス。ボールは飛ばし、打つ、しません。いくぞ翼君、決まれ。シュート、これは反応しているぞ。あ、ダメか、これも弾いた。翼君、このボールを決めた。今井君、ここはパスを出した。よし、沢田君、マジか、横にかわして突破。やめるな。ヒューガ君、パスを出すのだ。かわして振り切った。ソリマス君、ここ翼、お前は一人じゃないんだぜ。俺も、俺たちもお前の友達なんだ。石崎君、それ翼、俺にはみんながいる。俺は一人じゃない。ブラジルに行っても一人じゃないんだ。これが最後のシュート、俺の旅立ちのゴールだ。止める、止めてみせる。ああ、翼くんのシュートだが、これはゴールの枠を捉えていない。何、何、入った、決まった。これはまさにミラクルシュート。ドライブシュートを応用した翼くんの奇跡のシュートだ。やった、決まったぞ。やった、やった、翼、みんな、翼くんの元に集まって大喜びする南葛イレブン。みんなの期待を背負ってゴールを決めた翼くん、やはりすごい選手だ。よし、次君、ここは抜かせません。負けない、素早く横に倒す。それ、それよ、止められない。横をすり抜けた。チャンスが決まった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。翼くん、これは南米式のドリブルだ。打つ、ボールは友達、渡すか。翼くん、豪快にシュート、真正面からシュートを受け止めた。チャンスが決まった。翼くん、シュート、激しいタックル、男のヒールリフトだ。ゴールを狙う、ハンドキック、どこまで運べるか。よし、延長前半終わり。
延長前半は V3 を狙う南葛がリードを奪いました。後半南葛はこのリードを守りきれるか。倒れちゃった。翼さん大丈夫？みんな、なんだ翼。俺、後半も出たいよ。だけど俺、やっぱりもういつもの動きはできない。みんなが言うのなら、みんなの足を引っ張るだけなら交代してもいい。翼。だけど、最後までプレーしたいんだ。最後まで出たいんだ。出ろよ翼。え、そうだ、後半も一緒に戦おうぜ翼。ここまで来たんだ、俺たちは最後まで一緒さ。みんな、いいのかい？こんな俺が出てもいいのかい？当たり前だろ。お前は俺たちのキャプテンだぜ。どうして、なぜだ翼。どうしてお前はそんなにボロボロな体でまだ戦えるんだ。お前をそこまで戦わせるのは一体何なんだ。夢のため、友情のため、たったそれだけのためにか。そして俺はなぜ、そんな翼に勝てないんだ。どんなに闘志をむき出しても、どんな努力を重ねても、どんなに強い味方を引き連れていても、サッカーの天才大空翼、お前に勝つことはできないのか。俺の目指した唯一の男、大空翼、誰か教えてくれ。どうしたら俺は翼に追いつける。どうしたら俺は大空翼になれるんだ。さあ本当にラスト後半だ。このまま負けるのか、また俺は翼に負けるのか。打つ。ならばダメか。大空翼になれないならば、俺は俺のヒューガ小次郎のサッカーを貫くしかない。お前に負けるのはもうたくさんだ。ボールを奪うことができません。パントキック、どこまで運ぶ。 V ゾーン発動したい。それはパスを出した。それスライディングで止めた。もらったよ。お箱のヒールリフトだ。なんか全力のプレーで勝利を。かわせなかった。ソリマチドリブルでボールを運ぶ。ソリマチ横にかわす。何、ダメだ。ヒューガさん、あーっと、味方の沢田君がヒューガ君を止めに行った。これだ。タケシ、足をこっちに向けろ。え、何、なんだ翼のサッカー。いや、これが本当のサッカーだ。ひねさせるか。うわ、原作にあった気がする。もう一度翼くん、二人ともゴールに引きずり込まれた。猛虎ヒューガ小次郎の凄まじい執念、土壇場で南葛からゴールを奪った。ヒューガさん、キャプテン。きっとこれだ。分かった気がする。なぜ翼が傷つき、ボロボロになりながらも戦うのか。それはサッカーが楽しいからだ。あいつは誰よりサッカーをするのが好きなんだ。プレイの瞬間瞬間、誰に縛られることなく、自分の判断で自由な発想でプレイする。そう、サッカーは全て自由な発想でプレイができるんだ。俺はちっぽけな心で翼だけを目指していたのに、翼はいつもそんな俺にはなかった。大きな心でサッカーをしていたんだ。くー、まずいぞ。でも沢田君、ボールを狙うと届かない。翼君、これは南米式のドリブルだ。打つか。ダメだ、いるんだよな。かわせばよかったんです。やっぱ近くまで行かないと無理だな。
ロングパスだ。長いパスが通った。チャージが決まった。中里君、ここは勝負を避けた。あ、かわした。木杉君、ここはパスを出した。石崎君、ここは抜かせません。チャージが決まった。そ、小池君、パスを待つ。それ中里君、ダイレクトでパス。滝君、ここは勝負を避けた。ワンタッチで送る。翼君、これは南米式のドリブルだ。マジか。激しいタックル。パスを出します。翼君、これは南米式のドリブルだ。打つ。ボールは友達。決まれ。力をためる強烈なシュート。ダメか。懸命に勝ち出した。パスを受けた。翼君、得意のスピードリフトで抜いた。うーん、沸かします。ハントキック。ロスタイム回。ここまで運べるか。パスを受けた。タッチ、いい形でボールを奪った。それは奇数に行く。パスを出す。やばい。パスを回す。ここはパスを出した。スライディングで止めた。奇数に行く。パスを回す。やばい。小池君、ここで奪った。カバーで苦しった。チャージが決まった。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。これは南米のドリブルだ。うわー、かわせなかった。ヒューガさん、伊沢君、引き分けかい。ここで試合終了。両者両優、決着つかず、同点引き分け。この瞬間、両チームの同時優勝が決定です。原作と同じなんだけど。あ、次に進めんの？これ原作と同じだけど。勝てないの？勝てるだろう。全くもって原作と一緒。翼、V3 だ。俺たちはやったんだ。俺たちの夢が叶ったんだ。ヒューガさん、優勝だ。終わった。つばさ、ヒューガ君、お前との最後のこの試合、俺は勝てなかった。同点引き分けだ。いや、試合後半決定的チャンス、俺にタイガーショットをぶつけずに、そのまま南葛ゴールに打ち込んでいれば、東方が優勝していたはずだよ。つばさ、俺に打ってくれたおかげで、俺はここまで悔いなく戦い抜くことができたんだ。ありがとう、ヒューガ君。つばさ、確かにそうだな。チームの勝利の前に、やはり俺はお前との勝負を選んでしまった。やっぱり俺は東方キャプテン失格だ。キャプテン、できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。え？お前が日本にいて、俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君。けど今日で俺も吹っ切れた気がする。サッカーの楽しさがまた一つ分かった気がする。これからはもうお前を目指さないで済む。お前を倒すことなどもう目指さねえ。これからは俺もお前みたいにもっと大きなものを目指す。ヒューガ君、それが何なのかはまだ分からないけどな。ヒューガ君、俺は中学を卒業したらブラジルへ行くよ。翼、ヒューガさん。これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。これは両チームキャプテン同士、翼君とヒューガ君、その健闘を称え合い、ユニフォームの交換です。悔いなき戦いを終え、誠に爽やかな両選手の笑顔です。翼、今までありがとう。え？
俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になれよ翼。みんなありがとう、ありがとう。みんな翼、翼くん、マネージャー大丈夫？翼くん、うん大丈夫だよ。今までありがとうマネージャー。翼くん早く怪我を治してね。優勝旗授与。さあ今シンクの優勝旗が。なんだこのアニメっぽいやつ。南葛中キャプテン大空翼くん、そして東邦学園キャプテン日向小次郎くんに渡りました。湧き上がる歓声、両チームの優勝を称えております。私の目に狂いはなかった。3年前湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな強豪がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い羽ばたいていくんだ。新たな舞台。ああ、これで一通りエピソードオブ翼が終わったわけね。なるほど。はい、ということで、なんだか南葛中前後2人が V3 おめでとうございます。エピソードオブ翼クリアにチャレンジの課題が達成されています。コレクションからチャレンジに移動し、報酬のプレイスポイントを受け取ることができると。で、なんじゃらかんじゃらかんじゃらかんじゃらと。はいはい、ということで翼編映画終わりました。あ、ここまでねご視聴していただきありがとうございました。あ、この続きがあれかな、多分なんか、あ、話によってエピソードオブ翼からエピソードオブニューヒーローになるっぽいですけど、これなんか新しい、ストーリーというか、自分がプレイヤーの下に書いてるね、あなた自身が選手となり頼れるキャプテンと共に世界を目指すオリジナルストーリーということですね。まあ、上級者向けだから多分こっちやった終わったら多分こっち行くみたいな、ね、感じだと思うんですけども、一旦ね、キャプテン翼のエピソードオブ翼はね、これにて終わりたいと思います。本当にねここまでご視聴していただきありがとうございました。では、あ、また次回の動画で、お会いしましょう。本当にご視聴ありがとうございました。以上ゆうでした。バイバイ。